ぜひ、まずどういったところで醤油を作ってるかを見ていただいて、で、自分たちで皆さんに醤油を絞る体験などもできますので、皆さんで絞った醤油を味見ていただけると、とてもこの醤油の味わいが、感じるかと思います。醤油というのはもともと調味料で、料理の脇役なもんですから、なかなか醤油だけ舐めたりとか、飲むものではないので、自分たちで絞った醤油というのは、ちょっとその場で醤油だけで味見をするということができますので、なかなかそういった機会ってないかと思うんです。で、これは醤油屋ならではということで、自分たちで絞った醤油を味見ていただければと思います。あとですね、生醤油、その絞った醤油だけじゃなくて、醤油は絞った後に残りにカスが出てくるんです。醤油の絞りカスが出ます。で、醤油の絞りカスというのも、醤油屋じゃないと見ることもできないですし、それから絞りたてのカスというのは食べることもまだできますので、そういったものも食べることができるものですから、なかなか醤油について、普段は見ていただく機会がないかと思いますので、醤油ここに来ていただくと、いろんな体験ができるかと思います。